検探隊の厨房にてございます。はい、それで今回持ち帰った超過はこの中に入ってます。このブー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 言ってるやつ、これエアポンプがついてんですよ。乾電池で動く。手長エビを釣る予定だったからね、生かして持って帰ってこようと思ったんで、このようにエアポンプ付きのクーラーボックスを持ってきました。で、開けてみるとだな、ほら出ました。ちょっとこの保冷剤を出して出してみますよ。ほら、おー、手長エビはみんな生きてるね。手長エビはな、実はなこれを使ってたよ。これパエリア、パエリア、これほらご飯のこうなんか炊き込みご飯みたいなやつだよな、これな。これにはさ、ほらエビとか入れるんだろ、貝も入るのかな。でもさ、このエビをこれでやってみようと思うんだよ。これでね、でこれさ、エビこっちはなんか尻尾だけなんだよな。これはまあ丸のまま使いたいんで、そうだな、明日まで生かしといて、で明日素揚げにして、素揚げにしてからパエリアにすりゃまあ丸のままでも使えるでしょうみたいな感じで、こっちのなパエリアの方は明日のお昼ご飯にすることにする。はい、それで次の日になりました。次の日のお昼です。 AC 式のこのエアポンプをつけて入れときました。さあどうかな、どうだ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 、おお、おお、生きてる生きてる。お、でもなんか一匹ご臨終してるのがいますね。まあしょうがねえな。全部で何匹いるんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8 匹います。あのでっかいのがやっぱすごいでかいよね、これ。でよく見るとさ、これさ、なんか手が右手は半分ぐらいで切れてるから短いんだね。左手だけが普通にこうなんていうの、切れてない正常な状態です。これ長さ後で測ってみましょうか。でな、これパエリアにするんだけど、生きたままだとさちょっとあれなんで、一応あの素揚げにしてから使うんだけどな、まあご臨終してもらうためにだな、これで水を抜いてしばらくこのまま置いて死んでから使うことにしましょう。はい、それでは手長エビくんはこのようにご臨終しました。それで一番でっかいやつこれだよ、これね、すごいでかいよこれ、ほら本当にでかいよね。メジャー当ててみようか。これさ、ほらこうやってメジャー当てると、これでね、ずーっと来て21センチ、21センチあるんだよね。手の長さだけでほらこっからさずーっと来て14センチ近いもん。すごいね、これはもう手長エビとしては最大級じゃないでしょうか。それでな、今回はこのパエリアにするんだけど、この裏にね使う材料とかが書いてありますよね。でそれにまあ合わせてというかね、まあそれを参考にしてこのような材料を用意しました。まずお米は必要だよね。うちにもねインディカ米は一応あるんですよ。ただね、あんまり美味しくないのな、うちのインディカ米。どういうわけだか、だからいつも使うときはね、普通のお米な、日本のこのお米と半々で使うようにしてます。今回は1合分を用意しました。それとパプリカ用意しろって書いてあったからよ、一応パプリカもこのように用意しました。まあこれはね4分の1ぐらい使いって書いてあったかな。それとこれはね別にエキストラなんだけど、うちで栽培したこれはねピメンタデシェイロなんですよ。これねよく見るとほら形がちょっと違うでしょ、違う種類みたいに見えるんだけど、でもねこれはですね、去年栽培したピメンタデシェイロの実1個から取った種ね、それをまいてできた苗、これが何本かできたんだけど、その苗の1つからできたのがこれで、もう違う苗からできたのがこれなんですよ。だから種を取った実は同じなのね、なのにこのように違う形の実がなりました。でピメンタデシェイロっていうのは多分ね、こっちがねピメンタデシェイロだと思います。ピメンタデシェイロここにねなるとき上側に向いてなるんですよ。でねこの柄もまっすぐなんですね。でねこっちの不思議なことにだな、これな下向きになったんだよ、こうやってみんな下向きになるの。だからほら柄の部分もこう下向きになるようになんとなく湾曲してるんですよ。でこれ下向きになるのは普通ねハバネロなんだよね、ピメンタデシェイロは上向きなんだよ。だからさ、こいつもしかしたらハバネロの遺伝子が入ったんだなっていうのはね、去年ね魚肉さんからいただいたハバネロをですね、あれも黄色かった、それを隣に置いといたんだよ。だからその遺伝子がピメンタデシェイロの方に入って、それが今年出たのかもしれない。やばいな。あ、まあいいや、まあこの話はそれで終わりにしてだな。あと用意するもの、オリーブオイルな、それと1号が炊けるこの電子ジャーっていうか電子釜、今回は IH のこの日立の電子釜を使います。じゃあな、こんな材料を使って、まずはじゃあこの手長エビを素揚げにしましょう。
素揚げにしてからパエリアの材料として使うことにします。はい、こんな感じで揚がりました。そうしたらね、これはパプリカね、 40g とか書いてあったからこのぐらいかな。で、この材料、すべてのこの材料をこの電子ジャーの内釜に入れて炊飯すりゃいいんだね。そういうふうにね、このパエリアの袋の裏に書いてありますよ。それでこの袋の中には小袋が2個入ってて、1個の小袋でお米1合分だそうです。今回はですからお米1合分を作ることにします。まずはお米な、お米。そうしたら次はこのパプリカを入れちゃいましょう。そしてそこに、そうだな、オリーブオイル最初に入れていきますか。はい、このように指定通りオリーブオイルが大さじ2杯入りました。そうしたら次はね、そうだな、このピメントデシェイロ、それと魚肉デシェイロ、これを入れていきましょう。で、これはね、切らないと辛み出ないんだけど、ただ無造作にね、包丁とかでちょきちょき切るとね、もう辛み成分が発散して大変なことになりますよ。砕硫ガスをまき散らしたみたいになっちゃうからね。それでこれはね、安全な切り方っていうのがあるんですよ。で、これからその切り方を使って入れていくことにします。このようにまず唐辛子の柄の部分を持ちます。そしたらこの調理バサミを使って皮だけをこのように切るようにします。で、この時切断面には絶対触らないようにします。このように全ての皮を切り終わったら、中の種の部分、この部分はね、入れないようにすると辛みが若干和らぎますよ。はい、今回はこのようにピメントデシェイロ1個、魚肉デシェイロ1個の合計2個入れました。そしたらこのパエリアの素、これをこの中に入れて、そうしたらここに規定量の水 160cc ですって、これを入れてな。で、適当にかき混ぜましょう。そして最後にこの手長エビをここに全部こう乗っけて、はい、こんな感じで全部入りました。そして炊飯すれば出来上がりだよ。はい、できました。こちらでございます。見てください、手長エビのパエリアでございます。ね、怪しくねえだろこれ。全然怪しくねえよ。怪しくないどころか、かなりうまそうじゃないのこれ。ねえ、これさ、普通のお店で出せると思う人手挙げて。誰も手が上がらない。上がるわけねえよ、ここには俺しかいねえんだからよ。でもこれ見てくれよな、うまそうだろな。じゃあよ、まあ食ってみるぞ。それでは早速食ってみましょう。いやー、ほらすごいよこれね。この手がすごいね、手というかハサミね。なあ、じゃあよ、今日はまあ一応スプーンとフォークは用意したんで、まあこれスプーンかな、うん、でも最初はこのエビからいっちゃうかな。エビからいくならフォークだろうって感じでフォークでな。それもやっぱりこの一番でかいやつかね、これほんとでかいよこれな。え、こんなのめったに釣れねえぞこれ。どっから食ったらいいんだか。おい、ほらどっから食ったらいいんだよこれ。え、じゃあまずちょっとこの邪魔な手から行くか。手、それも長い方の手、手だけ行かせていただきます。行きます。ただカリカリしてるだけ。一応ね、素揚げにしたから、カリカリした食感は残ってます。じゃあこの手が全部仕上げちゃいますこれな。これ仕上げちゃうから。はい、手が仕上がりました。じゃあ次はな、頭いくか。頭の方いきます。やっぱ素揚げとは違ってカリカリ感がちょっと失われてるけど、味は残ってるよ。うまい。いや、これはここにまた戻して置いてな。ほんでこっちのご飯いってみるか。ご飯、これね、インディカ米が入ってんだよ。で、うちのインディカ米ネットで買ったんだけど、あんまりうまくねえの。でもな、見た目がいいだろうな。じゃあ、いきます。まあさすがお手軽調味料だけのことはある。うまいよ。まずいインディカ米が結構うまくなった。でもね、インディカ米入れるとね、こうパラパラになるからね、こうね、ご飯がね、結構ね、やっぱね、こういう料理にはね、インディカ米は必須ですよ。じゃあな、ここにこの仮置きしといたこのでっかい手長エビの尻尾の方、これを行かせていただきます。いきます。うまいよ。なんか今日のお昼ご飯って結構なんかね、上出来な上品なお昼ご飯になっちゃったよ。
じゃあな、お上品なお昼ご飯をちょこちょこっと食ったんだけど、ここらでお茶っていうか飲み物にしますか。な、今日は昼ご飯だからよ、もちろん酒はダメだろう。な、常識的に言って昼から酒はダメだからソフトドリンクでしょって感じで、ソフトドリンク買ってきました。グレープフルーツかな、グレープフルーツだな、これ、あのスーパーマーケットで近くのな、おばちゃんに言ったらこれだって言うからさ、これは間違いなくソフトドリンクだって言ってたよ、そういう風に。うん、じゃあな、いただきます、いきます、いきます。うんうんうん、あー、ぶわー、こらうまいジュースだわ。いやー、それにしても俺ってやっぱ料理うまいよな。超うまいと思わないか、超うまいと思う人手挙げて。誰も手が上がらねえ。上がるわけねえよ、ネットなんだからこれはよ、ここに俺しかいねえんだ。でもいいんだ、いいんだよ、これからな、このお昼ご飯を食って俺はな、そこのジュース飲んだよ。足んなかったら冷蔵庫に、まあ冷たいビアも入ってるからな。ということでな、久々にアップした剣探隊の厨房はこれにて終了です。いつになるかわからないけど、また次の剣探隊の厨房動画でお会いしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。